はい、こんにちは、クラウンドです。今回は、低回転なんですけどやっていきます。経営学、もうね、しつこくやっていきたいのには理由があって、家具業界には今ね、経営学を勉強することが必要なんですよ、おそらく。まあ結局なんて言うんだろう、戦後、会社を、まあ、家具屋さんを大きくした人たちが今80歳とか、まあ、90にはなら、まあでも中にはそっか、90も入ってる人もいるのか、まあ、戦後バーンと大きくなった家具業界なんですけど、もうそのいわゆるカリスマと言われてる人たちが、もう本当の本当の意味でご高齢なんですよ。で、そのカリスマの、社長さんたちの、まあ、いろんなパワーで、頑張れてきた家具屋さんたちももうね、時代の流れっていうか、まあ、時代のその変化に、カリスマパワーがもう追いつかなくなってるんですよ。で、今も世代交代どんどんされてる、まあ、状況だと思うんですけど、で、世代交代っていうのがね、うまくいってないんですよ。もう大塚家具さんをもう引き合いに出す、以前にね、もう大塚家具さんだけじゃないですよ。他もそうなんですけど、まあすっごいうまくいってるなんて聞いたことがあんまりないです。まあ 1,2 件しくらいしかないですね。で、まあ何がやっぱりだってカリスマじゃないんだもん、そもそも、まあ知らない、ちょっと僕の知らないところで2代目3代目カリスマが、あ、まあでも知ってる、1人か2人知ってるけど、まあ少ないんだもん、カリスマが。みんなカリスマじゃん、80歳のさ、大きくした人たちって、家具屋さんを、メーカーもそうだけど、だけど2代目3代目って基本カリスマじゃないじゃん。だから必要なんだよ、経営学が。カリスマいらないよ、だってもともとその人が教科書になっちゃうみたいなカリスマだからさ、いわゆる経営学とか学ばなくてもできちゃ、経営学ができちゃうのが、まあ、カリスマだし天才だからさ、まあ、あとは時代の追い風っていうのもあるじゃない。戦後さ、もう全然家とかもなくなっちゃったり、まだまだサザエさん一家みたいに、一家族が多かったりね、それが2つに、団地文化で分かれちゃって、まあ、例えば普通に2倍の家具が必要になったとかね、まあ、いろんな意味で、で、まあ必要だったんですけど、まあ、その時代の追い風もあり、カリスマパワーもあり、まあ、今までやってこれたけど、でもやっぱりもう業界自体は今すごく収束していて、いや、その中で2代目3代に移り変わることによって、どん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 パワーがなくなって元気がなくなってるのがもう本当もう現状で、だからこそ、まあ、経営学がやっぱり必要なんじゃないかなと思ってます。で、まあ、今回もイノベーション、2をやりたいと思います。まあね、で、またイノベーションやるっていうのも何かって言ったら、やっぱりイノベーションっていわゆるその変革とか革新じゃないですか。今までやってきたことをちょっと変えましょうっていう、その、2代目3代目に受け渡った時、まあ大抵なんか変えていかなきゃって、若い力で変えていかなきゃって思うんだけど、そのイノベーションの仕方がやっぱりうまくないから、ちょっとうまくなくなっちゃったり、あ、それこそそうだね、大塚さんとかもそうだし、ニトリみたいにしていこうっていう、そのやり方が違うっていうね。まあ、だからそのイノベーションのやり方みたいなものは本当しっかりみんなで学ぶべきなんじゃないかなって思います。もちろん経営者の方というよりは、一般のその、社員の皆さんに聞いてもらいたいかなっていうのは、やっぱりその現場からの声っていうか、まあ現場の力でもやっぱり会社は一番強いべきだと思うし、2代目3代目の新しい社長さんたちもやっぱり現場のその声っていうものを一生懸命最初は聞こうとすると思うんで、まあその時にちゃんと一般の社員の方が経営学を勉強することによって、いいフィードバックみたいなものを上に出していければ会社は良くなっていくんじゃないかななんて思いますんで、まあ経営者さんも、リーダーさんも、まあ一般の社員さんも聞いてもらいたいなと思います。はい。で、まああんまり長くしたくないんで、ちょっと今前置き長くなってて本当申し訳ないんですけど、簡単にいきます。はい、それでは経営学のイノベ2いっていきたいと思います。はい、イノベ2やっていきたいと思うんですが、今回は前回ね、イノベーションの始祖って言われているヨゼフ・シュンペーターさん、
っていう人のことをやったんですけど、まあ、ちょっと時代はさか遡るんじゃないな、時代は進んでいって今の現代に近づいてきてて、経営学の巨人クレイトン・クリステンセンさん、クリステンセンさんが、世に出てきます。1997年に、イノベーションのジレンマという著作を発表します。まあ、これが、世界中にすごい震撼させたというか、まあ、響いたんですけど、で、まあ、今回はこのイノベーションのジレンマについて簡単にね、お話をしたいです。で、このジレンマ、には何を言ってるかというと、イノベーションには2つありますということを言ってます。で、それは継続的なイノベーション、まあ、持続的なイノベーションと破壊的なイノベーション。で、継続的なイノベーションっていうのは、今こういう製品作ってるから、例えばメーカーとかだったら、これをちょっとこういうふうに、進化させよう、今の時代に合わせてとかね、するのが、持続的なイノベーション、継続的なイノベーション、まあ、持続的なイノベーションです。で、破壊的なイノベーションっていうのがね、結局これが、ミソになってくるし問題になってくるんですけど、破壊的なイノベーションっていうのは、その企業も、あるいは、その企業の顧客も全然予想だにできない変革、革新、イノベーションっていうことになります。で、まあ、全く新しい価値を想像しろっていう話になるんですけど、ごめんなさい、ちょっと分かりやすく言うと、本屋さん、例えばその有隣堂とか、マルゼンとか、あれが例えば2000年代にいろいろね、本屋さんのリアルの書店を持っていて、売り場を持っていて、で、そこで電子書籍をやり始めますかって話なんですよ。やらないですよね、絶対。だってもう2000年になりたてぐらいの時代って、普通に本屋さんで人がいっぱいわんさかわんさかいる時代で、でも技術的には電子書籍を配信することはもうできる、まだ2000年まだかな、ちょっとできるようなもう時代になりつつあって、で、じゃあもうこういう新しいその、革新的なイノベーション的な、サービスができるから、もう技術的にうちでやろうって有隣堂の人たちが思ったかっていう話なんですけど、まあ、思うは思うかもしれないけど、やらないですよね、そもそも。あとは、B2B、企業対企業の、商品がすごく得意な家具屋さんがあったとして、まあ、メーカーでもいいや、メーカーが B2B、 メーカーって基本的に販売店に卸すってことは B2B じゃないですか。メーカーから、家具メーカーから家具販売店 B2B なんですけど、で、そこの、メーカーが、じゃあ、EC サイト、e コマースでそこの家具を販売するかって、それができるとしても考えないじゃないですか、というかできないじゃないですか、この顧客裏切ることになっちゃうから。そこの EC でどんどん買われて、もうどこでも買われちゃうんで、もうどうしてくれるんですかって話になるじゃないですか。販売店さんからクレーム来るわけじゃないですか。だからできないのかしない、まあできないですよね、ちょっと、問題が大きくなりすぎちゃうだろうからって。で、それを、破壊的なイノベーションと言います。要するに、革新に従っていろんなそのサービスが可能になってるんだけど、優良企業が行っている昔ながらのやり方を、もちろんその顧客さんも当然だと思ってるんですけど、例えば本屋さんに買いに来る人とかだけど、ある違う企業がそれに対して新しいその、サービスを、破壊的な、イノベーションとして立ち上げると、もうこっち食っちゃうんですよ、ドカーンと。それが破壊的なイノベーションの意味です。だから、その先ほど言ったその著作のタイトルの、イノベーションのジレンマっていう、そのジレンマっていうのは有料企業のジレンマですね。有料企業はその顧客を、大事にすればするほど、新しいそのイノベーションの会社にやられちゃうってことになっちゃうから、次の時代の、先導役っていうものを取られちゃうって形になるから、はい。まあ、だから、うちの会社はいろいろ安泰でね、持続的なそのイノベーションだけをしてれば、未来永劫を持ちますよっていうことは絶対になくて、必ず新しい時代の、
小さな企業が、そのガリバーを とにかくやっつけてくる、その破壊的なイノベーションでやっつけていくっていう、もう世の中って図式でずっとね、回っているっていう、まあそういう話ですね。でまあこの破壊的なイノベーションっていうことを、まあ僕らその家具業界が、まあ、どういうふうに考えるかって言ったら、だからその2つのパターンに分けて、まあ、お話しするなら、その優良企業の方たちは、今私たちはまあちゃんと利益も出てるし、創業何百年もやってるし、もうずっとこれで安泰だって思ってらっしゃる企業はあると思うんですけど、でもやっぱりどこでどういうふうにあのイノベーション、あの他の小さな他社からね、破壊的なイノベーションをかけられるかわからないんで、それだったら優良企業の自社の中で別動態作って、そのイノベーション部門っていうのを作っていった方がいいじゃないですか。結局ここの、主たる、主戦場の、仕事と勝ち合っちゃうにしても、ライバル関係になっちゃうにしても、作っていった方がいいですよねっていうのがまず一つと、あと小さな小規模の会社に勤めている方が、まあ、これを見ててくれたら、自分たちができる破壊的なイノベーションっていうものはどういう形なんだろう、あ、というかその前にあれか、自分たちの、目上の格上の企業をまず一つターゲッティングして、そこに対して、破壊的なイノベーションを仕掛け、破壊的なイノベーション戦を仕掛けていくんだったら、どういう、形をでそこを食っていく、戦略戦術を立てていくだろうっていうことをぜひ考えてもらいたいんですよ。だからその大きい企業で昔ながらの優良企業は、ぜひ自分の中で破壊的な、自分たちに対して矛先を向けるような破壊的なイノベーション部門を、前回も話しましたけど、全くここの仕事をしている人とは関係ないチームを作って、小規模でいいので、それを作ってもらいたいっていうのが1点と、繰り返しになってますけど、小さな会社さんだったら自分ところの、格上をターゲッティングして、ここに対して破壊的なイノベーションを仕掛けるんだったらどういう戦略戦術があるかなっていうことをぜひ、考えてもらいたいなと思います。まあ、気になった方がいたら、まあ、全然もっと深い話になってくると思うんで、クレイトン・クリステンセンさんの、ややこしいな、クレイトン・クリステンセンの、勉強をぜひしてみたら、いろんなヒントがザクザク出てくると思いますので、ぜひ、そんなアマゾンかなんかでクリステンセンの本を買って勉強してみてください。はい、まあそんなことで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。